映画クレイジークルーズで生方優役を演じました安田亮です。盤石千鶴を演じました宮崎葵です。中学生か高校、多分中学生の時に玉木さんと君を愛してやられてた作品を見てめっちゃ好きってなりました。ただ君を愛してる、かわいい作品ですよね。かわいいですよね、あれすごく。でなんかあんまりそれまで映画とかも見たこともなかったし、ちゃんとそういう恋愛映画とか見るのって多分あの作品初めてとかだったんで、すごいキュンキュンしちゃって、そこからずっと好きでしたね。そんな方に自分がどう映ってるのかとか、なんかすごいいろいろ考えすぎてずっと固まってました。それ私も一緒です。そう言ってくださってる人にどう映ってるんだろう実際っていう緊張してます。ずっと緊張してました。でもすごく現場でナチュラルに素敵な方だったので嬉しかったです。多分すごいシャイな方なのかなと思っていて、ちょこちょここう、ね、待ち時間とかはあったりするのでお話をしたりとか、やっぱりこう2人でいるシーンとかが長いので、家族はなんて話もして、趣味はみたいな話をちょこちょこしつつ、なんかでも、私は割とこう役的にとても自由なサバサバしたというか、こう表裏でないようなキャラクターだったので、割と現場でもすごい自由な感じで過ごすことができて、後半は少しちょっと打ち解けてはいないかもしれないけど少しなんかちょっと緊張感なく喋れる時もありました。そうですね、プールのシーンとかもなんかありますし、なんか一緒にやっぱりこう一つのシーンを向かって作ってるみたいな感覚が強いシーンは、すごい自然に喋れた時もあった気がしますすいませんでした。いえいえ、私も緊張してた。今回その千鶴はあまり目をそらさずに人と喋ってる印象があって、なので基本彼の目を見て喋っていたので、すっごい綺麗な顔した人だなと思って、でもなんかその なんかこう吉沢さんのというか生方さんの不器用、ちょっと不器用な感じとか、でも自分の与えられた仕事はちゃんとやりますみたいなところとか、なんか吉沢さんがやるからこそすごく魅力的なキャラクターに、生方優というキャラクターがなっていった気がするので、芝居をするのとても楽しかったし、特にやっぱ掛け合いのシーンもテンポのいいシーンは楽しかったし、一緒にプールに飛び込むシーンとかもなんか2人で青春してる感じがして、すごい楽しかったです。もう坂本さんの脚本のドラマはよく見させていただいていましたし、すごくいつかご一緒したいなと思っていた方だったので、まあ嬉しかったなっていうのと、まあ脚本を読ませていただいて、まあそのすごくポップで面白おかしい会話劇の中に、なんとなくその人間のなんかすごい根本的な部分といいますか、なんか人ってそうだよねみたいなことがすごくうまく散りばめられてる感じがやっぱ素敵だなと思いましたし、お芝居しててもすごい楽しかったですね。とても素敵なセリフをたくさんこう生み出されている方っていう印象だったので、実際に台本をいただいて
あ、こんな素敵なセリフをたくさん自分が、こう言えるんだっていうのが撮影前からすごく楽しみでしたし、現場に入ってからも2人の掛け合いとかもとてもテンポよくポン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 って会話が進んでいくのとかも、芝居をしていてもなんか楽しいし、出来上がった作品を見てみてもやっぱりこうテンポのいいシーンで見ていても楽しいですし、本当に変な面白いキャラクターがたくさん出てくるので、坂本さんの頭の中からこう出てきたキャラクターたちがみんな愛おしくて素敵な作品になったなと思います。まあ、まずはバトラーの役だったんで、まあ、その歩き方だったり、まあ、姿勢はものすごく意識して、もともとすごい姿勢が悪いので、なんかそういうジムとか行ってなんか姿勢の矯正みたいなのをしてもらうところから始めて、まあ、お芝居としては何ですかね、まあ、何かを特に気にするってことはなかったですけど、まあ、とにかくなんか仕事できる風だけど実は結構不器用みたいな部分が、まあ、ちゃんと出ればいいのかなと思ってからやってましたね。衣装を、皆さんの衣装を担当してくださったベイビーさんというスタイリストさんがもう本当に素晴らしい衣装をたくさん用意してくださってたので、私以外のキャストの方もみんなあの個性的なそれぞれのキャラクターがちゃんとこうパッと見ただけで分かるような衣装でしたし、それこそエキストラの方一人一人にもベイビーさんがちゃんと衣装を選んで、でやってるからこそなんかこう全体のトーンがちゃんとまとまっているというか、映っているものすべてになんか気を配れている感じがあるなと思っていて、自分の衣装に関しては全部好きでしたね。衣装合わせでもこう、あ、千鶴ってこういう服を着るのかとか、こういう髪型なのかっていうところから自分の中でその千鶴という役が広がっていく、作られていく一つ目のステップでもあるので、普段衣装にすごい助けられていますけど、今回も特になんか衣装によってあの千鶴っていうキャラクターが生まれた気がします。僕は結構個人的にあのスニーカーが違うあれが普通に可愛いなと思って、なんか真似する人とかいるんじゃないかなって思いましたね。菊池さんの演じるアイナが個性的すぎてめちゃくちゃ面白かったですけどね。菊池さんならではの最高なアイナが見れて面白かったですね。菊池さん最高でしたよね。最高でしたね。なんか真似したくなる、なんとかでみたいなのとかもすっごい真似したくなるキャラクターで、イラッとするキャラクターなんだけど、菊池さんがやってるからなんか、許しちゃうみたいな。まあこの2人のその、なんていうんですか、ちょっとキュンキュンしながらもミステリーを解決していく様も面白いですし、本当に他の登場するキャラクターたちも本当に個性的で魅力的なあのキャラクターだったりセリフだったりがずっと最後まで続く作品なので、もちろん最後まで飽きることはないと思いますし、なんかすごいポップだけど何か心に残るものがある作品なのかなという気がしてます。ぜひお楽しみに。多分この2人はとても普通の人で、それ以外の人はみんなちょっとおかしい面白い人たちが出てくるので、なんかそのギャップとかいろいろこう楽しい登場人物たちをぜひ見守っていただけたらなと思います。
しみにしていてください。クレイジークルーズぜひご覧ください。